もよく、あ、前はよく来てた。あれ、はい、ここにうちでてきた。うわ、仕組み。なんかここ前なかったよ、ここ。なんか分け悪いそうなうちだよ、ね。うん。え、なんだろう、なんだろう、これ。なんか普通じゃないよね。今日の。え、これ、普通の住宅なんか、かわいい。教会みたいなマークが入ってるけど違うね。なんかね、いいね。あそこ駐車場だ。今日の駆け足テレビ、今、レストラン R からランチの状態をレポートしました。今、その続きで、車の中からですね。今4車線、4車線からピタッですね、パワーズユーの鳥です。花壇が綺麗なの。おドライバーはあられ。あ、 TPP がいる。あそこに車、何、あんなの車、はい、どうぞ、顔をカメラ目線で。はい、安全運転で頑張ります。任せて。ピンク、これはあの、ほら、あの、なんだっけ、ドライブレコーダーってこうでしょ、こういう備え付けなんで、こうやって。あ、今すごく流行ってるんで、あのカメラがちっちゃくなったからさ、で、あの記憶装置も安く小さくなったから、そうするとほら、事故が起きても分かるじゃない。そうドライブレコーダーって結構今普及してますよ。じゃあ場合によっては、例えば他の人がね、ここで何かあっても、これに全部映ってるっていう。だから、あのほら、あの京都でさ、京都の街中をひき逃げってか暴走した車があったじゃん。あの時はテレビのニュースなんか使ったのは、そのいろんな、そのタクシーのドライブレコーダーの画像そのまま使ったり、すごいね。ずっと横をボンとぶつかってたのも全部見えてたんだよね。だからそういう時代になってたんだ。青森もは逆にそういう、あのお店とか入り口についてる防犯カメラがそれを捉えて犯人が分かったっていうのもありましたね。だからこのドライブレコーダーは自分の防衛のためにつけてる人も多いよね。あ、なるほどね。あとはこういうふうにして楽しむこともできるわけだ、生中継でさ、今行ったところとかね。でね、これをね、綺麗でしょ。綺麗だね、いい通りだね。これはね、ドライブレコーダーをね、ここにつける人もいればね、一つね、こっちにつける人もいる。そうするとね、運転してる雰囲気も全部分かるから。はいはいはい、後部座席のあたりからね、それもありなんだよ。そうか。でね、こうやって、あ、スタイハンですね、とか言ってね、赤信号ですね。そうなんです。昔、あそこにあの団子屋さん、あ、有名だったね、団子屋ね。え、あっちだっけ、こっちだっけ、あっちだ、あそこだ、あそこ。あの団子屋でしょ、ね、まあ、白い、そう、2階建てだけど、ね、あの団子屋さん、ね、みんなここに来ると、団子買って帰ってたんだよね、ここ横断しててね。車も止めれないよね。そう。こっちが有名な第一外科ですね。そうですね。第一病院ですね。ここ第一病院ね、佐々木優香さんのね。佐々木優香さんのパパ様の。そう。おー、ちっちゃい病院だけど、繁盛してるよね。で、私ここ通るたんびに一つ言いたいのが、この道路なんとかならないの、ここ。何？すんごい声ガラスあんの。この直線道路。おー。あそこ引っ込んでからね。おー、そうだね。みんな知らない人、ゴフンってこうなってる。これちょっと、ねえ。おー。なんとかしてほしいんですけど。こっちもへこんでんだ。へこんでんの、ほら、こっから上がったよ。おいしょ。おいしょ。おー、盛り上げた感じだね。そう、盛り上げたのかな。これちょっとね、ちょっと怖いです。これは議員の仕事だな。ちょっとこの道路、一本東側と西側、意外と傷んでるのね、こうしてね。あ、国道4号、旧国道4号と違うのね、また。ほら、歩道なんか見て、痛々しいんですよ。ここは私の三北小学校連合町内会の範囲内だね。でしょ？重点を持たさなきゃいけないね。本当にこの辺、ちょっと道路がね、子供たち。で、これ三条通りだもんね。あ、そう。そうなんですよ。街中歩くといろんなレポートできるね。できます。ああだこうだってね。任せてください。そうなんですよ。そうなんです。いいね、これね。うん。で、今結構、あの、縦の線、これが横だとすると、縦の線の工事はしてるのよ。大学通りです。ただ横がちょっとまだなんだよね。まだ横でも東鉄側の成本のあたりは綺麗になったよ、この同じ道路でも。まあ田和田市まだ基金が54億円しか貯まってないからね。あ、そっか。もうやっぱり100万100億くらい貯めないと。貯めないとダメ。ここ少し案内人神山っていう、このお店の名前に案内人がついてて、すごいね。すごいです。昨日私この辺をうろうろ歩きましたね。なんか歩くとやっぱりね、おおって、この裏なんかすごい家があるんだよ、この安倍さんとね、あの新産婦人科の裏側ね。この辺りでしょ？そう。と思うね。だって議員さんの家もあっちだもんね。議員？秋野さんの。おお、これはこっちの奥で、そう。あそこ、その裏だもんね。裏通りを入ると、見えるものが
ありますね。そしたら車はどこにします？やっぱアートステーションじゃないですかね。アートステーションに置きますか。か富士屋ホテルかですね。富士屋ホテル、うん、アートステーション、あ、会社の駐車場で置いてもいいかと思う。いや、遠いですよ。桜の広場でなくて。いや、ホテルでいいんじゃないですか、まだこれ昼時だから。うん、え、ホテル置くの？アートステーションも近い。アートステーションに入る。うん。と置けるし、歩けるし。さっき言った深谷純子さんのお父さんはここでホテルやるって言うんでしょ？あ、思い出した。うん、三つ葉。三つ葉ね、三つ葉。三つ葉さんの三つ葉だ。あ、花屋さん。おお、古川さんが今ちょうど話題だ。あるよね、置いてきて、うん、おー、のんべいの隣じゃん、うん、この間、奈良吉野さんの打ち上げやったとこがのんべいだ。よのんべい？あ、ここのんべいだ、うん、サンタスペースフェスタって何やってたの？この上かなんか。おー、このまでフェスタ、この看板には聞いたことがないね。2階でね、やってたんでしょうね、この上で。そういうことだね。お、いいんじゃない今のところで。いいの？通り抜け。あそこでよかったね。だって道着に止めればいいんだもん。だよね。ねえ、もう正直だよね。あったんですか。やっぱりね、悪いことできないしましょう。どこで人に見られてるか分かんないからね。そうなんです。チェックしてるっちゅうから。まあ、人をチェックする立場だからチェックもされるよね。うん、なんだ俺の文句ばかり言って。そうなんです。本当だ、屋根がないと丸見えです。おお、警備庁の人たちが並んでるのいいね。どこ？あの写真たちの写真。おおおおおおお、散歩だね。あれって、あの警備庁ってあの道の奥じゃなくて青森だよね。アルソック、アルソック、あのエビな、エビ、エビサワさんだっけか。お、知らない。喜んであれ見てるかな、ちゃんと。おお、うん、開いてたね。開いてたね。止めていいかな。ね、いい。でもさっきうるさいって言うから、ここ。えー、うるさくないや。不動産には組地の不器具がうるさいって言ってたよ。そう、言われたことない。駐車場なのに町中市場に行ったとかどうのこうのって言うんだけど。で、青木がどうしてるってね。青木は大きい気持ちなんだよ、こっちは。なんだって黙ってても人来るの、うん、もうこっちは。司の駐車場、違うな。これは司の駐車場？違う違う。ああ、ちょっと角っこが入ってた。うん、